はい、東京投資クラブの山口と申します。今日はですね、実際物件を購入した後に、まあ、中古物件ですね、まあ、こう清掃とかリフォーム箇所とか DIY が必要なところのちょっとですね、現場をちょっとお見せしたいと思います。まずその用意するものなんですけれども、まあこういう感じで、まあ結構ボロボロの服みたいな感じで何回も DIY してね、これでもう汚れちゃったりしてるんですけれども、まずこう汚れてもいい服ですね。こうやって汚れてもいい服で目を守んなきゃいけないんで、まあ防護メガネとか普通のメガネですね。でまあこう帽子なんかもこうやってあるとですね、まあだんだんとこうやって怪しくなってくるんですけども、で結構こう強い洗剤とか使うと呼吸こう気管支とかにも入っちゃうんで、こうやってマスクですね。ね、こんなので人に見られたら完全変質者ですけどね。で、強い洗剤を使うんで、こういうふうに、まあ清掃とかする場合はこうゴム手袋とか、使ったりします。で実際さっきまでちょっとこうやって、フローリングの清掃をしてたんですけれども、まあだいぶこれでもこう色がちょっと変わったんですけれども、このこれですね、カラーフローリングの補修剤使ってたんですけども、ちょっとこれだとですね、まだまだこういうちょっと強い色が落ちてるところだとダメなんで、他のところとかで結構大丈夫なんですけれども、そういう場合はですね、こういうちょっと強めのこう色の復元コートなんかちょっと買ってきたんでやっていこうと思います。で、あとはですね、こうやって室内結構これ綺麗な方なんですけれども、上の方にこうまあタバコのこう闇ですよね。でこういう場合はですね、まあ必要な用具っていうのはこのまあ脚立くんですね、これで脚立に乗っかって、今日はですねこの壁紙の、こうやってフローリングのね、壁紙のちょっと補修なんかもあるんで、こうやって乗っかってっていう感じでやっていこうと思ってます。まあいろいろ今日は買ってきたんですけどもね、僕結構こうダイソーなんか好きなんですけれども、例えばこういうところですね、こういう分かります、これ壁紙でちょっとこうまあ剥がれてしまう。でそういうところなんかはまあ僕なんかはちょっと、ね、補修するっていうかこうやってちょっと隠すっていう感じですね。こうやってつけたり、まあこれを2つぐらいつけて3つぐらいつけるとまああんまりこう目立たなくなるかなっていう感じなんで、まあ壁紙をですねここだけちょっと切り取って直すって手段もあるんですけれども、まあそういう感じでもいいんじゃないかなって。で、あとはここですね、ここちょっと色を塗ったんですけれどもね、二度塗りするっていうことでこうね、僕美術の成績はね、5段階で2だったんですけれども、そんなね美術とか図工とかそういうの苦手な人でもちゃんとこういうのってできますんで、ちゃんとやれば、こういう感じですね、色をちゃんと塗っていけばいいんじゃないかなって、思います。今日はですね、一日、まあ、リフォームという感じで、今日気温がもう27度とかあるんで、まあ、こんな格好だともうめちゃめちゃ暑いんですけれども、まあ、いつも僕筋トレ日課でしてるんで、今日もですねサウナに入ったつもりで、頑張っていこうと思います。また、こういう情報ですね流していきますんで、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。